いいことスイッチ、イエーイ、佐々木さんです。ゆずです。ゆずです。今日の動画はですね、こちら、はい、V ジャンプ買ってまいりました。で、遊戯王セブンス、この新しいですね、こう今巷で話題のですね、新しい遊戯王のもう一つ のカードゲーム、うんうん、ラッシュデールとして、はい、子供でも簡単に楽しめるみたいなものらしいんですが、この遊戯王セブンス、これこうバーッ と表紙にドーンって載ってはいますけども、まあ、こちらの漫画はなくて、この連載されてるのは遊戯王ストラクチャーズで、この遊戯王セブンスの先行情報みたいなのがね、うん、載ってましたんで、今日はそのお話とか遊戯王のそういうニュース的な話をですね、ざっくばらんにしていきたいなと思っております。はい、まずこの遊戯王セブンスなんですが、なんかラッシュデールなんか、まあさ、まだ何のあれもないのにこう賛否とかがありますが、はい、個人的に楽しみなんですけども、まずその表紙の子で、この子が主人公なんですよね。はい、で、この子が持ってるこのここ、うん、これが、いわゆるこの今までのデュエルディスクで7っていう形になっていて、ただモンスターゾーンがね、3つなんですよ。で、ラッシュデュエルの今分かっていることのおさらいとしては、山下君、何でしょう。手札がですね、毎ターン5枚になるように、まあ、ドローすることができると。で、あと召喚もし放題なんですよね。そうですね、そうなんです、うん、回数制限がない、まあ、召喚ができると、はい、ターンに1回と言わず、手札からモンスター好きなだけ召喚 OK すごいますね。はい、なるほど、なるほど。だから手札5枚でも、だから魔法とかトラップとか、まあ、うん、あるでしょうけどね、そこはまだ未確定なんですけども、うん、はい、けどさ、ちょっと待って、魔法トラップゾーンどうなるんでしょうね、これって。なんかさせそうなところはここなのかどうなんですかね。どうなんですかね。今のこの情報だったら、はい、打点高いやつ出したら勝てるみたいな。あー、あー、まあ、そうですね。引いてくる ドローがすげえ重要になってくるみたいな感じに思えてしまうんですが、はい、楽しみですね。はい、で、なんかこの主人公は新しいルールとかそういうのを作るのが得意というか、好きみたいな設定らしい。へー、はい、そういうのも書いてましたね。はい、もうぜひ詳しくはウィージャンプ買っていただければと思いますが、それとあとここに書いてあったんですけども、マスタールールブックが発売されるんですか。2月7日でございますね。マスターガイドですね。マスターガイド、はい、そう、イグニスターとかがついてると、うん、マスターガイド、なんかちょっと高級感あって毎年いいんですよね。見てるとなんか遊戯王めっちゃ詳しくなったりみたいな気持ち、気持ちいい。買うと思いますね。そしてあともう一個買ってまいりました。ほう、ほい、普通のジャンプ、表紙にあるように、え、あー、これ、なるほど、そう、応募者全員サービス、あー、の奈良の鎮流の20周年のと、あと黄金室とブラックホールの漆喰、そうですね、が応募者負担650円で必ずもらえる、そう、大サービスでね、おお、あるということで買ってまいりました。ジャンプ、ジャンプでなくて、で、僕のおすすめのジャンプの漫画は呪術廻戦ですね。呪術廻戦がめちゃくちゃ面白いですね。あ、僕もう携帯でのジャンプ読んでるんで、大きく見るとこうなんですね。で、あとワンピースはめちゃ激アツです。ワンピースはロジャーの冒険とか海賊王の冒険が描かれてる。ロジャーの必殺技とかも先週か先々週ぐらいに明らかになって、へー、今おでん和の国って言って、うん、日本っぽいところに行ってて、おでんっていう、うん、侍なんですけども、うん、なかなかいいキャラしてる、おでん、おでんっていう人が、今こう大和のオロチ、うんうん、をモデルにしてるというか、ヤマトノオロチに変身できるような人と戦おうとしてるみたいなとか、面白いんですよ。だからワンピースのゴール、うん、ラフテルって言うんですけど、そのラフテルはなんでラフテルかっていうと、お宝を見てロジャーたちがこれは笑い話だなって言ったからラフテルなんですよ。ラフテイルなんですね。へっていうのが明らかにされて、今物語がゴンゴン加速してる、へー、そう感じでございますね。いい感じですよ。290円なんですね、ジャンプって。うん、なんで高い、安い、めっちゃ安くないですか。あ、週刊ですか。そうなんですか。毎週290円ですよ。で、このこんだけ確かに読めるってすごいですね。へー、あと鬼滅はなんかもう
おい終わるんじゃねえかってみんな言ってます、あのだからそういうホラ画像っていうんですか、あなんかその無惨様が、うん、俺が死んだらもうアニメ化とかも今めっちゃ人気絶頂なのに全部終わってしまうぞみたいなホラ画像が出るぐらい最終決戦真っ只中なんです。で約束のネバーランドは、うん、もうすごい佳境ですもん、うん、強大な敵みたいなのをバーンと倒してその後の裏ボスみたいなところにも行ってます、うん、そう裏ボス倒してでこの全ての真相が明らかになって約束のネバーランド終わるかそれとも違う別のショーに移行するかぐらいのすごい佳境ですね。なるほど。なのでぜひ少年ジャンプもこれを機会にちょっと読んでみてはいかがかなと読んでない方はですね思います。はい、はい、という感じでございましてですねナッシュデュエルとか遊戯王セブンス、はい、で V ジャンプの、うん、あの付録のカードもちょっと最後見ますよ。アーマードアーマードビットの効果は何でしょうか。このカード名の1-2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1、このカードをリリースして発動できる。デッキからアーマードビットロン以外のサイバー接続モンスター1体を効果を無効にして特殊召喚する。このターン自分はサイバー接続モンスターしか特殊召喚できない。2、このカードが墓地に存在し自分フィールドのリンク3以上のリンクモンスターが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールドから離れた場合に除外されるという効果ですね。あ、なんかウルトラ結構かっこいい。あ、へえ。ビットロンシリーズかわいい。どんどん進化してきている、うん、というわけでございまして、はい、あの遊戯王のなんやかんやと雑談動画でございましたですけども皆様がでしたでしょうか。ぜひですねあの山崎さん、木戸さんのツイッターフォローしてですねたくさん僕たちいろんなことしてますので情報とかも知りついていただければ幸いでございます。はい、評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。これずっと思ってることなんですけど百貨店とかのプレゼント用のものを包む方ってめっちゃめっちゃうまくないですか。こう普通に折るだけじゃなくて折った先をまたちょっと先折ってほんでまた折って折って折ってでしかもこうめっちゃ手際いいじゃないですか。あれどういうさ理論づいてるんやろな。ということでくるみチャンネルチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。